こんにちは、です。最近ねあのパワーリハのデイサービスにね通ってるんですけどねパワーリハっていろんなねあのド,イドイツ式のねなんかメデカル医療系のマシンをね使ってするリハビリでこれが思いのほか効きますでどんなことするかっていったら6種類のマシンがあってえっ、ー、と1つはねこう手をねグーッとこう こう,こう,描くように持ち上げそれ、ね、でおもりはねあの私はまだ初心者やからね2 5キロから始めてんねんけどねであのベテランの人でもまあそんなに負荷かけないみんな2.5なんかなだからそういう軽い負荷でこう反復運動するわけね1234567822345678で往復ね 10 10ずつを10回やるほんで,すよでこうやって足足場足を開いたり閉じたりするのこう最初カクカクカクっとなんねんけど、ね、それを滑らかにするように結構あの使ってないね筋肉を使うのがねいいらしいそれと左右対称にねやるからまあ私は右手は健常なわけで,、ね、で左手は麻痺なんだけれども。 同じ動作を行うことによってまああの、何ていうのかな何しか脳にいらしい同じ動作をね左手もやってるとほんでねあのすごく体が動かしやすくやるのその他にやってるのか腹筋みたいなこう,こ,うこういうバーがあってねあの太いねそれをこう倒すだけのやつとかね それと肩甲骨を締めるようなこう引いてね筋体操とかそれで膝を膝のバーがあって膝をこう上げたり下げたりするやつそれとこう板みたいになってるのこう、足でね転がって足でグーッと押すようなマシンとかね6種類あるんですよなんかその英語でな何とかロー,ングローリングマシンとかいろいろ名前はついてるけどね覚えられないだかからとにかくね 朝はねもうしんどくてふらふらふらしててなんかまだちょっと寝てんのが長かったからねぐにゃぐにゃなんですよなんか財がしっかりしてないというかねその状態で行ったのがあの体動かしてるとねシャキンとしてね帰りはねスタスタ歩けるんですまあ手引きでやけどねだから非常にね自分で驚くぐらいねあの効果が出てる。 で、やっぱり帰ってきたらね、2.5キロでもね、あの、それなりにやっぱり疲れるんですよ。で、疲れるもんやから、夕方からもうもう即固定、横になったら固定かーってもう寝てるしね。で、ちゃんと、あの、まあ、あ朝まで、一回起きるから、でも、私、7時から寝てるので、<laughs> 1、8、9、10、11、12、1 まあ、67時間で1回起きてそれからまた2度寝してでも合計9時間寝てるからね <laughs> 1回起きてるけどねまあ、睡眠は十分だでとにかくねあの起きれなかったのがねあの7月1日に腰痛めたでしょ車いすの事故でねほんであのこう起き上がる時に激痛してたんがねやっぱりあの自分でもこうやってゆする,ゆする体操してたらねあの結構よくなってね あの腰痛良くなったんですよ。で腰痛にもいろんな種類の腰痛ありますけどね。その外傷性の腰痛とかあの凝ってるような腰痛っていうのはやっぱりね動かして治す方がねあのいいみたいですね。やっぱりこう動かすことによって血流を良くしてまあ、治るっていうのかな。で実際に最初痛かったのがね3日くらいは起きれなかったんやけども。 こう揺するとかこう、例えば座っててもお尻をね半分のお尻左左に重心右に重心って左に重心右に重心っていうかねこう腰振りながらこう左右にね揺らすわけですよそれだけでもねだいぶ違う違ってくるだから日に日にね良くなっていくのが分かるほんでもう腰痛まあまあ治ってきたんでね、まあ、リハビリあのまた通いだしてんけどねもう 今週2回やねんけどもいきなりねあの腰痛で休んでから復活していきなり週2回2回目やってもあの筋肉痛も確かにねあの1回目の時なんかやっぱりかなりきついの来たんですよ筋肉痛、えー、2日後ぐらいにねでもね今回はあのよし週2回行こうと思ったからね早めにねメンテナンスをしといたわけですまあ何かっていうとねスティックをねあの塗っておいた スティックってあのルビ昔スミルスティックって取れるかなあのなんていうのロウみたいなねよいしょこんなやつねだからあの湿布薬と一緒ですわ湿布薬の代わりにこういうふうになっててねこう塗るわけほならちょっとこうちょっとロろうそくみたいだけど。 な,な,んなんていうのかな軟骨の硬いやつみたいな固形軟骨って書いてある。フェルビナク固形軟骨。これ、消炎鎮痛剤でね、割かし効くの、筋肉痛には。だから、和皮のね、あの、豚痛にはね、そんなにあんまり効いた感じはしないけど、しっかりね、運動した筋肉痛、翌々日の2日後の筋肉痛にはね、ばっちり効いてね。 あのさほど耐えれななないいようう痛みっっていうのははね今回はなかっただからあの筋トレ終わったらね、まあ、自分であっちこっち痛いところにね前もって塗って擦り込むように塗っておいたらね風呂上がりにねあの翌日楽ですそれと今あの誤射腎機がんっていうのもね、まあ、毎日寝品にね飲んでるのこれやっぱり関節痛神経痛に効く漢方薬で。 蜂蜜溶岩という頻尿、まあ、とかね腎機能なんかに効く漢方薬にあの2つこう痛みを緩和するようなねあの薬剤が2種類ね追加されて、まあ、10個の成分が入ってるやつなんですけどねこれもバッチリ効いてまあ私いろんな漢方薬飲んだけど一番ねあの自分の体質に合って効いてるなと思,思ってます。 ほんで、まだ痛いのはね左側のちょっと腰やねんけど、ね、これもやっぱり動かすすこととによって、ね、あの治っててね治いいくと思いますそのパワリ派のほかにねやっぱり太極拳もねあの呼吸法やからねあれこ,こうやって回しながら息を止めずにふー思いっきり吸うてふーって吐いたりとかねそういうのもねあのいい感じこう吐きながらやるとね痛みがあの飛んでくっていうかね あの痛みが軽減するのにねですからようやくねあのあこの調子でいったら私歩けるようになるとねあの思いましたねあこれでちょっと痛みも楽になってくるしねこう麻痺側のねあの手って硬くなっていくし硬直になったりしびれたりね痛いんですよカチカチなっってねそれもやっぱりあの筋トレすることによってまあ なんかちょっとちょっとずつ楽になってきてるねだからこの調子でもうちょっとね回数を増やしてこういこうと思うんですよで昨日からねあの最初1回だけえー、っと10数えるのを10回が1セットだったんですけどねあの2セットやってん一1回はって同じようにあのもう1回ねその10数えるのを10回やるわけです 初心者、あの、一回目、二回目、三回目の倍ね、今やってるんですけど、ね、倍やった方が体が楽。不思議でしょ。だから、寝てるとね、ダメだ,だから、土日とか二日でも寝てるでしょ。寝てるとまた、あの、戻っちゃうというかね、硬くなってね。だから、毎日こう、暇さえあったら動かしてるのがね、あの一番楽です。とにかくしんどだったらね、動かすこと。これがやっぱり、あの、一年半経ってね、 体得した脳卒中リハビリの極意 <laughs> そんな感じですねだからしんどくなったら動くまあ私はブルブル体操って言ってるんですけどとにかくこう肩甲骨回しとかねいろんなことして動かすそうするとね痛みがあのかなり軽減してきます多分治っていくんやろうなとね思いましたただ左手やからねあんまり使うことがないからねそれでも今日ねあのバスタルの手洗いしてました洗面台にねバスターをつけてね 両手でゴシ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 だから「あこれ左手にもええわ」思ってね両手でゴシゴシ洗ってねあのかなり重たいしギュ,ッギュ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 ッボンだしだからもっと左手をね使っていかないと左手の硬縮がねちょっときついからねあのもうちょっと痛みが和らぐようにねやっていかなあかんなと思ってます。だから、パワーリハすす、ごくいいですっていででう話でした。 よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。またね、あの、パワリハ今こんな感じとかね、こんなことやったとかね、あのご紹介したいと思います。で、整形はね、もう行かない。もう待ち時間1時間。で、整預10分とかでもう、時間がもったいないから、もういかない。もう自分でできると思ったんでね、まあ、自主トレとパワーリハとでね、十分改善していくと思ってます。では。